はい、こんにちは。それじゃあね、続きやっていきましょう。とりあえず、図書室のあった階層に戻ろうか。あの辺を探索していこう。ここだ。で、ここの廊下には、なんか女の子の霊が出るらしいんだよ。あ？何の音だ？え？あ、もうまた死ぬんじゃないのこれ。ロッカーの中に何かいる。あ、もう、開けるけどもさ、死んじゃうよ、これきっと。先生、倉田？助かったよ。ロッカーの中でこいつ何してるんだ？いや、参ったよ。地震の直後、気を失って、気がついたらロッカーの中に閉じ込められてたんだ。どうも、中からは開けられない仕組みになっていたらしい。そんなことあるか？学校の様子がおかしいな。少し様子を見てくる。あ、先生、校内は危険です。行ってしまった。先生、大丈夫かな？大丈夫か？あいつ。なんかその辺でのたれ死んでねえか？特にこの辺何もないか？ロッカーの中とかは？あ、何か落ちてるじゃん。これは、ロッカーの鍵。きっと先生が落としたんだ。ロッカーの鍵。職員室のロッカーの鍵かな？この辺とかさ。何もないのか。本太郎？私はもう一人のあなた。私たちが出会うことはないと思う。それが運命なの。だけど私はあなたのことをずっと見守っています。女主人公ってことかな？まあ、行こう。こっちは？多分次は死ぬんじゃないの。中からうめき声が聞こえる。ロッカーを開けますか？あ、はい、死にまーす。絶対死にます。これはわかります。ほらね。予定調和ってやつだよ。死ぬのはわかってたんだけど、試してみたくなったんだ。諦めない。さて、行くか。じゃあここは、死ぬのかな？とりあえず、この辺。いや、何もねえな。あ！なんか誘われてるけど。え？あ！でも、階段を降りるってことは、あれじゃないの。2階から変わるから、女の子の俺なんで2階廊下なんだよ！おかしいだろ、これ。階段から降りたじゃん、俺。何これ、後ろにいるだし。いるんだし喉の調子も悪いし、なんかもうついてくるしさ、もう死んだじゃん、これ。死んでるじゃん。もうわかるよ、これ。ほら。ほら、もう無理じゃん。2階の廊下にはさ、わかってたし。しょっぱいものが苦手な幽霊がいるって言ってたじゃん、女の子が。だから、階段を降りればセーフと思ったんだけど、これ、ふざけんなよ。じゃあこっちダメじゃん。塩とかさ、レモンとかそういうのがいるんだよ、きっと。え、じゃあこっちか？こっちは？ん？あ！え？ループしてないか、これ。ループしてる気がするな。変えるか。で、一旦ループしてるから、とりあえずじゃあもう一個上に行くか。C。ここは？ 3 の C。あ、何もねえ。なんだ、何もねえのか。じゃあ、教卓。あ、え？トーマ？おい、トーマ？ブル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 、震えてやがる。トーマくん？うわぁ！ポン太郎、驚かせんなよ。トーマくん。君って、普段は強がってるだけなんだな。なんだと？いや、そうじゃん、もうお前は。早乙女さん、助けてあげられなかった。お前のせいで死んだんだぞ、どうするんだ？彼女はもう。乙女が？俺のせいじゃねえぞ！
俺は悪くねえからな。全部ミサオのせいだ。あ、この状況はミサオちゃんが悪いかもしんないけど、この状況を作り出したのはお前たちに非があるんじゃないの？そう、このままじゃ俺もミサオに殺されちまう。ポン太郎、助けてくれ。助かりたいなら、僕に協力してくれ。一緒にミサオちゃんを助けよう。ああ、冗談じゃねえよ。ミサオのせいでこんなことになってんだぞ。なのになんであいつを助けなきゃなんねえんだよ。お前、俺の話聞いてたか？なら一生、そこで怯えていればいい。君がどうなっても、僕は知らないからな。かっこいい。待って、待って、わかった。何でも協力する。だから一人だけはしないでくれ。ん？今何でもって言ったか、こいつ。わかった。はぐれないようにしてくれよ。お、わかった。さあ、行こうぜ。あ、仲間になった。あ？体が動かねえ。トーマ、お前、死ぬんか？死んだ。グフ、死んだ。トーマくん？トーマくん、しっかりするんだ。あう、ゲフ、ゲフ、あ、もうこいつはダメだ、死んじゃったよ。よかった、まだ息がある。どこかで治療してる、息があるの？じゃあ行こうよ。保健室だ、保健室。だ？はぁ？っていうこと？あ、なるほどね。じゃあ、戻りましょうか。あ、あやか？おい、倉田先生、俺のあやかに何してるんだ？あやか？それに、倉田先生も？助け。あやか？落ち着け。もう化け物はいない。ん？あやかは本当に化け物に怯えているのか？先生、あやかはどうしたんですか？化け物に襲われた恐怖でパニックを起こしているんだ。あやか、襲われたのか？だから安全な場所に逃げようって言ったんだ。倉田先生にビビってるんじゃないの、これ。また、今はそっとしておいてやってくれ。でも、大丈夫だ。俺がついてるから。わかりました。先生、彩香のことをよろしくお願いします。僕はもう少し、この辺りを調べてみようと思います。いや、トーマは？ちょっと待て。職員室の俺の机の上に、精神安定剤があると思うんだ。それを持ってきてくれないか？なんでそんなものあるんだ？飲ませれば少し落ち着くと思うんだ。わかりました。気をつけるんだぞ。絶対に死ぬんじゃないぞ。お前も俺の大事な生徒なんだからな。先生、ありがとうございます。そんなこと言ったって俺の目はごまかされねえからな。お前だろ、手首とか切ってさ、もて遊んでる変態野郎は。知ってたぞ、お前。とりあえず、トーマは？トーマは？え、トーマ？まあ、いっか、あいつは。じゃあ、精子安定剤取りに行くか。セーブしてな。ここか。おかしいな。精子安定剤が見当たらない？え？あいつ、俺の彩香ちゃんにいやらしいことしてんじゃねえだろうな。お前ふざけんじゃねえぞ。彩香は俺のもんだぞ。あ？彩香？あやか、目を覚ますんだ、あやか、あやかちゃん？どうして、どうしてこんなことに？倉田てめえ、すまない、守れなかった。化け物が突然目の前に現れて、どうすることもできなかった。くそ！大事な生徒を守ってやれなかった。く、怪しいぞ、こいつ。怪しさマックスだ。先生、あまり自分を責めないでください。悪いのはすべて悪霊です。悪霊を何とかしないと。先生も怪我してるじゃないですか。手当てしないと。俺は大丈夫だ。俺に構わずやるべきことをやれ。そうだ。これを、なんだ？はぁ？お前、それ、
ついに尻尾を出しやがったな、てめえ。お前じゃん。見回りしてる時に偶然見つけた。いやいやいや。お前じゃん。もうお前手首切って持って遊んでるやつじゃん。キラヨシカゲじゃねえか、お前。これは少女のパツ？彼女は行方不明になる前日、俺を訪ねてきたんだ。何か相談があったんだろうが、俺は忙しくて、ろくに彼女の話を聞いてやれなかった。彼女が苦しんでいたことは知っていた。あの時、ちゃんと話を聞いてやれば、彼女が消えることはなかったかもしれないのに。いや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 、もう、違うじゃん。もうお前がさ、ミサオちゃんの手首切ったんじゃないのこれ。俺には彼女を救う資格はない。君が彼女を救ってやるんだ。なんかカッコつけてるけどさ、こんなのもらうの俺。うわぁ。これは、まさか。いや、何も考えるな。とりあえず回収しておこう。え？いや、もうこいつじゃん。犯人。なんであいつ手首持ってるんだ？あ、トーマはどうすんの？トーマ。図書室とか？確かベッドがあったよね。ここ、ここ、ここ。あれ？トショコさん。コンタロウさん、何かお困りですか？いや、あのね、トーマくんがね、トーマくんを助けてくれ。僕のクラスメイトなんだ。そう。トーマくんがいるんだよ。ええ。手当てはしたし、これでもう大丈夫だな。トショコちゃん、しばらくここでトーマくんを休ませてあげてほしいんだ。ここなら悪霊も寄ってこないみたいだし。あれでもなんか安全な場所はないとか言ってなかったっけ？気のせいか。そんなの無理ですよ。こんな得体の知れない人。まあ、得体は知れないかもしんないけどさ。いいじゃん、別に。悪いやつ。まあ、悪いやつか。僕のクラスメイトだよ、トーマくん。そんなに怖い人じゃないから。ね。お願いだよ。そう。まあね、あの、見た目も、性格も、なかなかにクズだけど、うん。悪いやつだけども、怖い人ではないと思うから、うん。コンタロウさんがそこまでおっしゃるなら、ほら、寝顔ちょっと可愛らしいじゃん。うひゃーとしょこちゃん、やっぱり可愛いじゃん。大丈夫かな？じゃあ、このバカタレは預けておいて、じゃあ3階の探索に戻ろうか、ここ。こっち行ってみるか。ん？うわ！え？な、え？なんか持ってるのか、お前。あ？捕まえた。は？え、死んだ？いや。え？なんか勝手に動いてるぞ。コンタロウ？あ、もう死んでる。さようなら。諦めない。え、あいつ、触っちゃいけないのか。何か調べてやろうと思ったけど、あ、動くのね。はいはい。邪魔見ろ、バーガー。ほら、お前のそんな呪い足じゃ、俺に追いつくのなんて100年早いんだよ。てめえ、よくもやってくれたな、バカ誰が。じゃあな。でも、ここ何かあるかな？これは？あ、さっきのやつか？あ！落ちた。じゃあ、こっちでも特に何もなさそうだから、こっちに。え？セーブしよう。あ、セーブできねえ。帰ろう。帰れる？あ、よし。一旦セーブして、で、調べてみる？ヒヒヒヒ。え、大丈夫系？あの、もう襲ってくるんでしょ？もう襲ってくるんだったらさっさと来な。え？あ、来ねえの？あ、来ねえパターンもあるの？なんだそれ。ボタンが3つある。ん？じゃあとりあえずなんか上のボタン押してみる？ん？なんだ？何かあったのか？左のボタンは？え？
そんなことある？どんなところにボタンつけてるんだお前。ふざけんなよ。そういう事故のためにそういうところにボタンつけちゃダメだよ。諦めないよ。え？どういうこと？あ、この防火シャッターの開閉装置ってこと？上のボタンを押すと、あ、だね。うん。そうだね。ここが開いてるね。じゃあ、右のボタンを押して、よいしょ。これで繋がったと。じゃあどうしようか。一旦この辺にしておくか。そんじゃあまた次回お楽しみにください。バイバイ。